あと、そうですね、今回ぐらい。今日か。明日、もう、今日が12、あと5日。もう、今回ぐらいもあと5日です。いけるかな。何をどうすればいけるんだろうか、わからないっす。もうあと5日ぐらいですね、今回は。そうですね。そう、自分はゲーテ唯一読んでるらしい。まあゲーテとこれか、なんだっけ、子育ての父とこれを唯一購読してます。あとなんだっけ、あれ、子育てのやつ、もう一つですね。多分そういうのをたまにこう見て、なんか気になったところもバンバン切って、そうですね、先輩方のなかなかこういうね、なかなかお話できないので、方々のそうだ、FQ だ、FQ ジャパン。こういういろんなものを参考に見てます。本当にでもですね、正直、この今、仕事と、家族と山の同時進行、めちゃめちゃ大変です。子供も3人いるし、まだちっちゃい子が。箱根家具は自分にとってめっちゃ重要なんで、絶対登りたいと思ってます。箱根家具は登れればエベレストも実力として登れるんで、でもそこが登れないとエベレスト登れません。どうやろうと、どんなもの使おうとですね、登れないんで、箱根家具は登れなければ。なんでめっちゃ重要です、今回。足の筋肉とかつけちゃいけないんですよね、筋肉。どういうトレーニングが一番いいのか分かんないですね、本当に。とにかく登りたい。